どうも三宅です。ただいま中央自動車道を走っております。目的地は信州立科の横谷渓谷です。妻と一緒です。日にちは11月22日、いい夫婦の日。私のね、59回目の誕生日なんです。二人で出かけるのは半年ぶり。中央道石川パーキングエリアでお昼ご飯、ドトールコーヒーのミラノサンド、車の中でいただきます。ちょっと練習させて。これおいしい、これおいしい妻がこれおいしいの練習、わかる人はわかると思います。大月あたりで太陽が出てきました。一日雨の予報だったので少しでも太陽が見えてラッキーです。高速を降りてからは残念ながらずっと雨でした。妻の実家は長野県なんですが、ここ茅野立科に来るのは初めてなんです。本日お世話になるお宿は横谷温泉旅館さんです。細い道を進んだ先の結構山奥なんですね。明日の天気予報は晴れ。改めてホテルの外観等の紹介はしようと思います。チェックインをしてお部屋に行きますと、お抹茶のおもてなしなんです。初体験です。結構なお手前でございました。改めましてお部屋のご紹介。137号室のさわらびです。入り口を開けると広々した下駄箱のカウンター、お香が焚いてありました。左手に6畳の和室、床の間付きです。ベッドルームは和と洋が調和したような雰囲気。リビングスペースに広々カウンター、アメニティは男女別々の袋で用意してありました。枕元の読書灯が可愛らしいですね。引き戸を開けるとトイレ、手洗いカウンター付き。最近トイレの手すりがね、ありがたくなってきちゃったんですね。洗面所もカウンタータイプです。バスローブも置いてありました。宇宙は温泉ではないんですが、ヒノキ風呂。そしてドアを開けると源泉かけ流しの露天風呂です。素敵な坪庭にウッドデッキ、こちらも和と洋がコラボしているようです。早速鉄分たっぷりの温泉に浸かります。ビールと一緒に。温泉に浸かりながらのビール、最高ですよね。妻も一緒に入ろうってね、誘ったんですけど断られちゃいました。雨の日の露天風呂もなかなかいいかもしれませんね。ビールも飲み終わってゆっくり浸かっていましたら、何やら妻が踊り始めました一緒に入ればいいものを、私が出た後妻も露天風呂。赤ちゃん、ビール飲む？出てからでいいじゃん。出てからでいい？せっかく持ってってあげるって言ったのに。ほい、ありがとう。全然おめでたくないけど、おめでとう。乾杯。どうも。ああ、美味しい。ビールは最高ですね。俺が美味しいで君がうまい、はい、夕ご飯前だというのにビールとおつまみ、おバカ夫婦ペヤングソース焼きそばのソースカツ、一口サイズで食べやすくてとっても美味しかったです。そして夕ご飯、食前酒もあったんですが、お誕生日ってことで地元の白ワインで乾杯。お料理はカニのお鍋、前菜いろいろ、お品書きはこのような感じです。ここで
食前酒をいただきます。お吸い物、茶碗蒸し、蓼科牛のステーキです。お飲み物のおかわりは地元のマスミ純米吟醸の辛口です。すっきりして美味しかったです。蓼科牛のワイン煮、お鍋にボタンエビの味噌を入れます。頭ごとエビやカニのね、味噌大好きなんです。お酒がね、ほんと進んじゃうんですよねもったいないけど妻にもあげます。おかわりはこちら、同じく純米吟醸信州舞姫です。このお酒はですね、フルーティーでとっても飲みやすかったです。信州の十割そば、普段妻はお酒を飲まないので今日は酔っ払ったようですねお蕎麦で仕上げと思ったら最後にカニのご飯が出てきました。お腹いっぱい満腹です。妻は酔っ払いになりました。デザートを食べ終わった頃には妻がおかしくなってしまいました何？今カレンタインだよぼよっぽらい。よぼの涙が。ロビーではサックスのミニコンサート。その帰り道。大丈夫。旅館から誕生日のプレゼントまでいただきました。ありがとうございます。妻はこの後ダウンしまして、私は一人でゆっくり露天風呂に浸かりました。鉄分が多いので温泉に浸かった後は宇宙に入るかシャワーで体を流して鉄分を落とします。そうしないとね、タオルが茶色くなっちゃうんです。これで寝ようって思ってたんですが、旅館の中に気になる居酒屋さんがあったんです。店の前に美味しそうなラーメンのポスターがあって、それがこちら、こってりしたラーメン。寝る前だというのにスープまで全部いただいちゃいました。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おはようございます。6時半起床です。まずは露天風呂ですね。予報通り今日はいい天気のようです。温泉で温まった後は旅館近くに滝があるので、それを見に行こうと思います。この小さな滝はホテルの廊下から見えるんですよね。こちらのロビーで昨夜サックスのコンサートがありました。ホテルの目の前に流れている渋川、この川沿いの遊歩道を進んでいこうと思います。乙女滝を目指します。渋川沿いの遊歩道は全長6キロありまして、乙女滝の他にもいろいろ滝があるそうです。朝食の時間に間に合うようにということで今日は1箇所だけ。体力的な問題もありますけど、ここ横谷郷、冬は氷点下10度が続くそうです。そうすると1月上旬から2月下旬には滝が凍る氷瀑を見ることができるそうです。真冬の時期も来てみたいですね。乙女滝まであと500メートル。落ち葉の様子を見ると1、2週間前はきっと紅葉が綺麗だったんでしょうね。ちょっとタイミング悪かったかもしれないです。乙女滝は恋の願いが叶うって言われてるそうです。見えてきました、乙女滝。マイナスイオン2万個だそうです。それってどのぐらいなんでしょうね恋の願う滝っていうことですけど、妻はね一緒に来てくれませんでした。
旅館の目の前から遊歩道に降りることができたんですが、この階段を使えばですね、もっと早く着いたようです。こちらが旅館の正面です。旅館への入り口は1階、自動ドアを入ると風除室があります。両開きの自動ドアを抜けると広々したエントランス。エスカレーターで2階に上がるとロビーになります。8時から朝ごはん、時間ギリギリになってしまいました。寝る前にラーメンを食べたのでさほどお腹は空いてなかったんですけど、すべて美味しくいただきました。ごちそうさまでした。なんといっても部屋の露天風呂が素晴らしかったですね。もう一度入りたいなぁなんて思いながらも部屋を後にしました。チェックアウトの後向かった先は横綾温泉旅館からは15分ぐらいなんですけど、くねくねした山道を進みまして到着したのがこちら、お釈迦池です。水面に映る景色がとっても綺麗でした。お昼ご飯は中央道の八ヶ岳パーキングエリア、清里カレーをいただきます。レーズンバターにベーコンとソーセージがトッピング、妻は味噌担々麺です。担々麺じゃないな、味噌タンメンです。美味しくいただきました。須玉インターチェンジ付近では富士山が雲から頭を出して綺麗に見ることができました。甲府付近の紅葉を見た後、ヒロに向かいます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回もお楽しみに。